はい、皆さんこんにちは、 KYC ヒデです。今日はですね、ワンポイントアドバイスで、美眉を書くコツということでお届けしたいと思います。で、このですね、美眉シート、これでございます。今ですね、無料メルマガ講座ということでさせていただいているんですが、メルマガを登録していただきますと、こういうふうなシートのデータをお渡しすることができます。そしてこのデータを見ながら、データというかこのシートを見ながらですね、ご自身でちょっとプリントアウトしていただいて、それからまずこの見本の眉に向かって右側の何もないところにご自身の眉ペンで一旦書いてほしいんです。でこれがね、めんどくさいということでね、しない方はね、なかなかね、ご自身のね眉も変えにくいと思います。ちょっとお絵描きするねぐらいでいいんで、一度やってみてください。そうするとですね、不思議なものでご自身のね癖が出るんですね。でこれ顔っていうのは立体ですんで、立体の上に描くの描く方が難しいです。でこの平面の紙に書いてですね、まず右の方がちょっといつも短めになるなとか、なんか右の方が太くなってるなとか、山がこっち側のが下がるとか、これ平面で書くだけでもですね、その癖が出ますんで、ぜひですね、この無料メルマガ講座に申し込んでいただいて、このシートをゲットして、そして練習してください。たくさんの方がね、たったこういうシートでございますけども、練習することによって美眉が描きやすくなったと、要は非対称の眉もバランスよく取れるようになったというね、喜びの声をいただいております。ぜひ皆さんもチャレンジしてください。あなたの眉が綺麗になって、そしてキラキラと輝いて人生楽しくなりますように。 KYC でした。またお会いしましょう。